ねえ、フランシス、何か面白いことない？ないよ。自分ででもしたら。もう。コニーちゃん、コニーちゃん、見てこれ、コニーにお任せのスペシャルビデオが出たんだけど。見るけど、見るけど、見るけどよ。見よう見よう。いくよ。スタート。今日もコニーちゃんは大忙し。なぜならコニーちゃんのお家では毎日いろんなことが起こるからです。今日はどうしてこんなに暑いんだ。ちっとも風さんが吹かないけど。そういえばねえカーテンくん、風さんはどうしたの？実は昨夜風さんと喧嘩しちゃったんです。喧嘩？夜中にどん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 窓を叩いて、遊びに行こうってうるさいんでちょっと怒ったらそれっきり。よし、みんなに風さんを呼ぼう。賛成。それでどうやるケロ？カーテンくんが一番仲いいんだから、風さんの好きなものとか知ってるんじゃないのかな。難しい質問ですね。なかなか本性を見せないやつなんです。確かにつかみどころのないやつだよな。でも一つだけあげるとするならば、いたずら。いたずらが大好きなんです。そういえば私、大切な花びらを飛ばされたことがあるわ。僕も帽子を飛ばされたことがあるけど。そうそう、私もスカートめくられちゃって。なんなの？ダメです、絶対ダメ。これってすっごく恥ずかしいよ。本当にやるの？この暑さを救えるのはコニーちゃんしかいないけど。コニーちゃん頑張れ。簡単に言ってくれちゃって、こっちはものすごーく恥ずかしいんだから。風さん、帰ってきて。まだかな。必ずやってきますよ。風さん、仲直りしよう。でも、もういたずらはダメだよ。こんな格好、もう絶対やりたくないからね。コニーちゃん、これから何するケロか？風さん。Yeah!
こうしてコニーちゃんの一日は今日も楽しく終わったのでした。じゃかじゃかじゃんけんスタート。今日もコニーちゃんは大忙し。なぜならコニーちゃんのお家では毎日いろんなことが起こるからです。ただいま。コニーちゃんご機嫌ケロね。何かいいことでもあったピーちゃん？どう？素敵でしょ？そんなにたくさん買ったの？うん、みんな可愛いから迷っちゃって。ね、これから着てみるから選んで。オーケー。コニーちゃんの水着ファッションショーケロね。コニーちゃんの水着ファッションショー、いきます。1番、オーソドックスなスクール水着、シンプルで機能性に優れた一品です。何か面白みに欠けるな。お兄ちゃんらしくないというか、普通だね。ダメか。じゃあ次。2番、大人の色気を醸し出すビキニ。ビーチではみんなの目を釘付けにすること間違いなしです。色気ね。胸がね。胸が何よ。キュートなワンピース、水着の抵抗まで考え尽くされたファッショナブルな上級者用の水着です。かわいいピッチョン、似合うけど。これで決まりだね。そうかしら。じゃあこれにしようかな。決定。さあ泳ぎに行くけど。ちょっとタイム。どうしたケロか。実は私泳げないの。全然。うん、どうしよう。でも水着着たいし。よし、特訓蹴ろよ。え、ニュート泳げるの？失礼な。泳げないとカエルはやってられない蹴ろよ。みんな外集合。ニュートン先生、よろしくお願いします。今日はコニーちゃんのために鬼となってビシッと厳しくやる蹴ろよ。先生、でもプールがありません。大丈夫蹴ろ、任せて蹴ろ。ん？一歩前。まずは見本を見せるケロよ。さ、あの泳ぎを。でも。ブツブツ言わずに泳ぐケロ。やだな。これは悪い。普通は何もしなくても浮かぶようにできているケロ。でも土管の場合は別だよ。それじゃあ先生自らお手本を見せるケロ。やったー。ふっ。うわー、先生かっこいい。コニーちゃん、わかったケロか？うん。じゃあ基礎から教えるケロよ。先生、ちょっとお願いがあるんですけど。何ケロ？クロールの方がかっこいいから、クロールの方を教えてほしいんですけど。クロール？あんなものは泳ぎじゃないケロ。まさか、クロールできないんじゃ。そんなことないケロ。やっぱりカエルにクロールは無理かな。コニーちゃんと一緒に練習するケロ。こうし
して、コニーちゃんの一日は今日も楽しく終わったのでした。さあ、今日も張り切っていくよ。ラッキーコニーカランポー、用意はいい？サカサカさん、サカサカさん、サカ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 さん、イエイ、サカサカさん、サカサカさん、サカ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 、どれだ。さあ、今日はどんな一日になるのかな。じゃーん、みんな当たった。さあ、今日も元気に頑張ろうね。バイバーイ。コニーにお任せ。今日もコニーちゃんは大忙し。なぜならコニーちゃんのお家では毎日いろんなことが起こるからです。お化粧が完全にずれてるピッチャー。ちゃんと鏡見てお化粧したケロか。え、どういう意味？自分でもう一回鏡を見てみなよ。ん？どうかした？これでどういうこと？もしかしてこれは鏡くんのいたずらケロよ。き、バレちって。やっぱりケロ。ちょっとこれどういうことよ。僕もう人の真似ばっかりするのはまっぴら。これからは自由に生きるって決めたんだ。そんな一種の反抗期けどね。コニーちゃんとジャカジャカじゃんけんやってもいっつもあいこばっかり。一生じゃんけんに勝てない僕の気持ちがわかるか。でも逆に一生負けないピッチャー。コニーちゃんのくせは全部知ってるから負けることなんてないんだよ。よし、鏡くん勝負だよ。ジャカジャカじゃんけんスタート。ジャカジャカじゃん、ジャカジャカじゃん、ジャカ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 じゃん、イエイ、ジャカジャカじゃん、ジャカジャカじゃん、ジャカ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 じゃんけんポン。どうだコニーちゃん、これからは真似をやめて自由に生きるぞ。やれやれ。コニーちゃんどうするケロか。まあ反抗期だから放っておけば治るでしょう。ところが鏡くんの反抗期は治るどころかますますエスカレートしていったのです。やせた。困ったな。さすがにみんな我慢の限界けど、じゃあ鏡くんにはちょっとかわいそうだけど、こういうのはどう？おい、こっち向け。あれ。じゃーん。ひひ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 。みんな、僕を見てくれよ。誰も見てくれないなんて寂しいよ。ちょっとは反省した？した、した、反省しました。もういたずらしないって誓う？誓う、誓うからみんなの顔映させて。じゃんけんあいこでもいい？いいよ、いいよ、いいよ。その言葉忘れないでね。そうやって見られるとなんか恥ずかしいな。はあ、僕たちも真っ赤になったけど。みんな酔っ払ってるみたい。これじゃあお化粧できないわ。こうしてコニーちゃんの一日は
今日も楽しく終わったのでした。じゃかじゃかじゃんけんスタート。あー、こんにちは、ちょっとトイレ、ビデオここで止めといて、ケロケロ。ダメ、じゃんけんは途中で止められないの。今日もコニーちゃんは大忙し。なぜならコニーちゃんのお家では毎日いろんなことが起こるからです。コニーちゃん料理番組に出たいけど。うん、かわいいエプロン買ったし、スターのとっておき料理を紹介する番組に出たいんだ。見たことある、ピーちゃん。夕食バンバンザイってやるやつだ。無理だと思うよ。うん、ちょっと、そこなんか言った？言わずによ。さて、何作ろうかな。コニーちゃん、料理作ったことあったっけ？ないよ。もうみんな心配しないでよ。コニーにお任せ。料理といえばカレーでしょ。本当に大丈夫ケロか？無理しないでレトルトカレーを買った方がいい、ピッチョン。そんなかっこ悪いことできないもんね。さあ、まずはじゃがいもの皮から。こんなの簡単。いったーい。ああ、やっぱり。よし、それじゃあ次はお肉だ。いきまーす。サラダオイルを少々入れて、お肉を。熱い。ごめんね、みんな。コニーちゃんの腕の見せ所はこれからケロよ。よし、それじゃあいよいよ味付けだ。コニーの出番はこれからだ。じゃあまずはここでお塩。どうかした？お塩少々って書いてあるけど。今飲すぎた？それじゃあ砂糖を足して、これでさっきのはじゃあ改めてお塩少々。こういう問題か？やったー、完成だー。できた。コニーちゃん、味見は？平気平気、美味しそう。うんうん、匂いは合格よ。さあ、みんな食べて食べて。私のカレーが食べれないって言うんじゃ。そんなことないよ、フランシス、食べていいよ。やったーい。どう。あれ、美味しすぎちゃったのかな。私もちょっと味見。もしもし。やっぱり。一ヶ月前はコニーちゃんひどかったな。はーい、お待たせー。わーい、いい匂い、ピッチョン。食べたい、食べたい。コニーちゃん、お料理うまくなったよ。ずいぶん特訓しましたからね。いただきまーす。これなら料理番組に出られるけど。え、忘れてた。でもエプロン姿にも飽きたし、今度は歌番組かな。こうしてコニーちゃんの一日は今日も楽しく終わったのでした。Are you ready? Let's start! Saka saka san! Saka saka san! Saka 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 san! Hey! Saka saka san! Saka saka san! Saka 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 dore da? Konnichiwa!
コニーちゃんは大忙し。なぜならコニーちゃんのお家では毎日いろんなことが起こるからです。コニーちゃんの一日は今日も賑やかに始まったのでした。こうしてコニーちゃんの一日は楽しく終わったのでした。ケロケロー。